こんにちは。今日は特急舞鶴という電車に乗って京都から東舞鶴まで向かいます。こういうね、あのデザインがすごく素晴らしい水戸岡英治さんという方のデザインなんですけれども、水戸岡先生と呼ばれているらしい、私も水戸岡先生と呼ばせていただきますが、水戸岡先生デザインのこう電車に乗ってどこかに行くっていうのは初めてなんですよ。
こだわりがあのすごく強いんだろうな。この木とか絵とか、まあ、車両全体隅々までね、なんかこう演出こだわってる感じがするね。とってもこだわってる感じがするね、なんか旅の癒しを演出してくれるだね。ただの移動ではなくて、この座っているお椅子でもお椅子の柄も3種類あって、チェックのようなすごい派手な柄なんだけれども、一個一個は和柄なのね。で、和にはとってもこだわってる感じがしました。で、天井が白樺、そして壁も白樺。これも木なんですよ。これも白樺なのかしら。これについては触れられてなかったんですが、で、床は奈良材、硬いからね、奈良はね。で、この肘掛けだとか前から倒れてくる小さいテーブル、こちらが楓でできているそうです。その場その場にあった木を使うのが水戸岡先生の特徴なんだそうです。立ち上がる時の手すりとかね、そうこういうのもこだわりを感じるよね。なんか木がこれだけ散りばめられていると、癒されるというか、無機質ではないよね。とってもなんか有機物に囲まれているなっていう気分になるね。だって上の荷物置く棚があるじゃないですか。それも木でできてるんです。そんなの初めて見た。結構揺れるね。なんで詳しい方にぜひ教えていただきたいと思うんですけれども、なぜこんなに揺れるんですかね、特急って ね、普通のなんか通勤の電車とかと比べると揺れてる気がするよね。揺れてるね。横向きに横揺れ、こういう形で揺れてるなっていう感じがしますね。先日乗った寝台列車、あちらグサはもろに寄ったよね。あ、もう、あ、これはちょっとお外を見せてあげた方が。っていう駅に着きます。綾部という駅で、この特急マイズルと特急橋立の車両が切り離されまして、特急橋立の方は天の橋立方面に進んでいきまして、私たちが乗っている特急マイズルはこっちの方に行ってマイズル方面、東マイズルに向かいます。単層なんだけど、もうすでに多分この椅子は回るタイプだね。ぐるっと、例えばなんか4個向き合う席、ボックス席のような形に多分できるね。できるね。だからみんなでワイワイ、やる気になればできるかな、きっと。で、多分それのせいだと思うんですけれども、前後左右にとっても揺れます。ガタ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 、そうだね、電車の揺れに合わせて、そうだね、それが結構気持ち悪くなるね。まあ今のところ気持ち悪くなってないんですけど、多分駅弁買ったんだけど、この中で駅弁食べたら気持ち悪くなるかなみたいな。気持ちはね、すごい食べたいんで今。そうさっき買ったやつ。そう、でもちょっと今食べちゃっていいのだろうかっていう気持ちはあるね。ラウンジの方が全然揺れない、あっちは揺れないから雰囲気もあるし、ちょっとそっちに行って食べてみる。
ろいろある。あれ、チャージしてください。あらあら、ここで、引き上げの日。東舞鶴駅から徒歩1分ぐらいのところにあるラポールというところに来ました。ここは真ん中の吹き抜けで、ベンチがたくさんあってちょっと座れそうだったので、ここで一休みしようかと思います。でもまだ2時だから、次の予定が実はね、深夜の12時近くから始まるんです。どうしようかなと思っているんですけども、予想はしていたんですが、あんまり何もないとこだなと、観光もしようかなと考えてはいたんですけれども、ちょっとさっきの電車はで疲れてしまいましたね。結構電車の旅っていうのは疲れるんだね。普段乗ってる電車とは多分違うんだよね、きっと。標高もなんか上の方に上がってきたりだとか、山を越えたりとかするときにきっとカーブがあったりとかが多いのかもしれませんね。いや疲れた。酔い止めを飲むとさ、疲れてる気がするのかな。わからないな。疲れてるように。少しこう、眠くなったりとか。そうだね、眠くなるよね。なので私たちは、一旦ここで休もうかと思う。全体的には私たちはあの電車に乗って疲れたんですけど、作り的にはすごくおしゃれで雰囲気ある列車の旅を楽しめた。舞鶴5号だけじゃなくて舞鶴15号も、丹後の海という同じ車両を使ってますので、京都から東舞鶴までいらっしゃる方はぜひこの2つどちらか乗られてみてはいかがでしょうか。それ以外でもあの他の路線で使われていたりするようです。それは京都丹後鉄道という、JR じゃない、地元密着型の鉄道会社なのかな、京都と丹後だもんね。そういうところで使われているらしいので、ぜひ調べてみてください。では本日もどうもありがとうございました。